アイテム番号 SCP-30JB。 オブジェクトクラスケテル。特別収容プロトコル SCP-30JB のすべての個体は一切の石油製品が使用されず建造された特別収容サイト8161内の同じく石油製品を一切使用していない特別製の A クラス危険生物収容室に収容されなければなりません。SCP-30JP の給仕のため 100g のポリエステル繊維を毎日持ち込むことを除いて、サイト8161には一切、石油製品、その他あらゆる石油が利用された物質を持ち込んではなりません。収容されている SCP-30JP の数が10匹を超えた場合は10匹未満に数が減少するまで間引いてください。封じ込め違反が起こった場合は、サイト8161を完全に封鎖した上で内部に有機リン系殺虫剤を満たしてください。それでもなお SCP-30JP の脱走の可能性がある場合、サイト8161に備え付けられた。石油製品未使用の特別製水素爆弾を起動してください。現在財団の管理下に置かれていないすべての SCP-30JP は完全に絶滅させることになっています。財団の管理下に入っていない SCP-30JP が発見され次第、機動部隊オツ、地、注水種が対応に向かいます。説明。SCP-30JP は石油を食事とし爆発的に増える昆虫類の種です。体長は20センチメートル前後であり、全身を白い毛で覆われ、羽及び目立った触覚は持っておらず、また自力での移動能力が非常に低く、枝などに止まることができないほどの小さく、力の弱い足を持っています。SCP-30JP は不完全変態であり、幼虫期からサイズを除いて変わらない姿を持ちます。外見は全く別のものであるにもかかわらず、分子系統解析の結果遺伝情報が、カイコガ、と一致することが判明しています。SCP-30JP は両性具有であり、両性生殖と単異生殖の両方を行うことが可能なのに加え、両型成熟の特徴を持ち、単体であっても3日以内に繁殖が可能で、一度の繁殖で約300個の卵を産みます。SCP-30JP の不妊中法による個体数の減少を狙うことは、前述した特性ゆえ困難です。加えて、SCP-30JP の捕食者が自然界に存在しないことが SCP-30JP の増殖に拍車をかけています。これは SCP-30JP を消化吸収することができる生物が存在せず、さらに多くの生物に対して不快と思うような味を SCP-30JP が持っているからです。既存の昆虫類に見ることができない最大の特徴として SCP-30JP は石油を食料とします。完全に未知の器官が体内に存在し、これにより SCP-30JP は石油や石油を加工したあらゆる製品をエネルギーへと変換することが可能なようです。また、SCP-30JP の糞には全く可燃性がなく、燃料にはなり得ないことが分かっています。SCP-30JP の平均寿命は約30日です。SCP-30JP の死骸は自然分解の速度が極めて遅く、一般的なプラスチック製品のように800度以上の高温で焼却し、適切な処理を行わなければダイオキシン類のガスを発生させます。爆発的な繁殖能力。排泄物や死骸の自然分解の速度の遅さによって、SCP-30JP が、編集済み、日間石油や石油加工製品を十分に与えられた環境で放置された場合、地球上のすべての陸地が SCP-30JP の死骸により埋め尽くされることが予測されています。現在 SCP-30JP の野生の個体数は財団による積極的な絶滅の試みにもかかわらず、引き以上であると考えられています。一定量の石油。石油加工製品を摂取することで SCP-30JP はポリエチレンテレフタレートの糸を吐き出します。この糸はそのまま紡績することによって一般的衣服の材料として使用可能です。1900年に機動部隊へ、3、緑の盾、が日本生類総研の放棄した研究施設を発見しました。
その施設では1万匹を優に超える SCP-30JP 及び、以下のようなラベルが貼られた空っぽの木製の箱が発見されました。下線部分は手書きのメモになっていました。エコロジー、キャンペーン用試作、ポリクイ君、ポリッコ、名前はプレゼンの時に考えよう。とりあえず、ポリクイが、仮、で、これが売れればさらに我々の研究を先に進めることができるだろう。現状サンプルを増やすため繁殖能力を強化、絶対に逃すな。ごめん。